元桜坂46、渡辺梨沙のグループ卒業後初となるソロカレンダー、梨沙渡辺2024カレンダーが、26日、金曜日より受注発売される。2015年、欅坂46、兼、桜坂46の一期生メンバーとしてデビューした渡辺梨沙、のんの、専属モデルを務め、数々のファッションショーにも出演するなど多岐にわたり活躍し、卒業後は女優としても活動している。今回、グループ卒業後初となるソロカレンダーの発売が決定。カレンダーは壁掛けタイプと卓上タイプがあり、それぞれ異なる撮り下ろし写真で構成。壁掛けと卓上で全く違う世界観を楽しめる内容となった。また、購入特典として抽選によるリアルミート&グリートの開催も決定している。渡辺は、この度、カレンダーを出させていただくことになりました。壁掛けカレンダーは、しっかり作り込んだ世界観をお届けしたく、ドレスなどを着てお洋服にもこだわりました。卓上カレンダーは、日常感をテーマに作りました。壁掛けとはまた違った雰囲気が楽しめると思うので、机や棚などに置いて使ってくれたら嬉しいです、とコメントを寄せている。